最初の3分間ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。さて、紀元前後から始まると言われるナスカ文化の遺産である地上絵ですけれどもね、今日は、産婦人科医で執筆家の富坂みおりさんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。富坂さん、やっぱりもう一度壊したらどうにもならないんで大切にしないといけないですね。